Hi guys, I'm Katsuma Saiki from Learning Lab of the 70s. I'm learning English conversation. Always parents hope their children's safety, and if their son or daughter would be caught kidnapping, parents do to rescue before anything else. こんにちは。今日は、日朝間に存在する拉致問題について少しお話ししようかなと思います。先日岸田さんが総裁に、自民党の総裁になった時だったと思いますが、メディアが、拉致被害者横田めぐみさんのお母様を、インタビューしていましたね。新しい総理大臣にはなんとしても拉致を解決してほしいのようにおっしゃっていました。いつも大手メディアが北朝鮮のことを報道する際に、金正恩がどことかを視察したとか、どこなんか具合が悪そうだとかっていう取り上げ方をしますよね。果たして日本人、少なくとも拉致の被害に遭われた方々がそんなことに関心がありましょうか。まあそういう報道をするならそれはそれで良いとして、その後につけてほしい言葉があります。日本の拉致された方々はご無事でしょうか。少しでも早く、一日も早く帰国させてくださいとか、なんとかそういうコメントを付け加えることが必要ではないでしょうかね。多分北朝鮮は日本のそういった各メディアの報道を見守っていることと思いますので、そういう放送をすれば、日本はそうだ、やっぱり拉致に関して関心を持っているのだと思うでしょうし、逆に言えばそういうこと言わないから、何日本人拉致とか言ってあまり関心持ってないんだなというふうに捉えているかもしれません。なんでしょうね。そんなことじゃ公共放送としての務めは果たしていません。本当に僕なんかも、子供がもしもそういう状況になっていたらどんなに辛いだろう、苦しいだろうと思います。毎朝、毎日散歩の際にある神社に立ち寄ることがあるのですが、その時にはどうか北朝鮮に拉致された被害者の方々が無事に帰国して、ご家族との再会が果たせますようにとお祈りしています。祈っただだけで解決すればそれに越したことはありませんけど、まあそんなことはありませんよね。でも日本国民として、親を持つじゃない、子を持つ親として、そう思わずにはいられません。本当に一日も早く、もうあれですよ、ちょっと調べてみましたら、小泉政権の時に5人の、拉致被害者の方が帰ってくることができたんですけど、それって2002年の10月のことなんですって。もうそれから20年が過ぎ去ろうとしているのに、その後誰一人帰ってくることができない状態です。たまたま今日テレビを見ていましたら、各党の日本の政党の代表の方々が討論会をしていましたが、その方々の胸にブルーリボンのバッジがついていなかったんですよね。一人だけつけてる方がいましたけど、政治家たちも真剣に考えていないんでしょうね。悲しいですね。もう一度、一日も早く拉致に遭った皆様が帰国することを願っています。ご視聴ありがとうございました。また次のビデオでお会いしましょう。